こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、ではですね、好きな人からどう思われてるのかなとか、好きな人の気持ちが分かりたい、好きな人の気持ち知りたいっていう風に思う人って結構いると思うんですよね。そんな力が手に入ったら嬉しくないですか？ということでですね、今日は好きな人の気持ちが一発でわかる極秘テクニックというお話をさせていただきたいと思います。はい、ではじゃあどうやったら相手、好きな女性の気持ち、感情がわかるのか、それはですね、ポイントがあります。3つ今日はお話をさせていただこうと思います。女性の感情っていうのは、よく見たり、よく聞いていたり、相手をですね、よく見たり、よく聞いていたりすると、如実に現れています。だから、あなたは女性のことをよく見て、女性の話をよく聞いてっていうことをしていただきたいんですね。何話そうかなとか、自分がこう思われたくないなって、ね、こう思われたいなとか思う前に、女性の表情を見たりとか、ね、とにかく女性をよく見ていただきたいです。まず一つ目、さっき言っちゃいましたけど、表情に現れます。女性の気持ちというのは表情にすごく現れてきます。 微細だったりするので、よく相手の顔を見ながらお話をしてください。例えばですけれども、あ、嬉しいって言っても、なんか口角だけ上がってるけど、実はなんかあんまり笑ってなかったりする時ってあるんですよね。その微細な表情、あーそうなんですね、わかります、あーそうだ、すごいですねって言ってるのと、えーすごいですねって言ってるのって違いわかりますよね。こうやって女性ってよくよく表情を見ていくと、ね、笑っているようで笑っていなかったりするときってすごくあります。なので女性の表情を、例えばいきなり、ね、話していてぼーっとする時間があったりとか、 目もそうですけれども、目がえってびっくりしたりとか、興味があるときは瞳孔が開くといって、目をパチッて開けたりするんですよね。興味ないときは瞳孔が閉じるので、こういう感じになります。わかるかな、こういう感じだったりってなったりとか、この目の動きとか、これも表情の一つですけれども、目の動き一つとったり、目の開け方だったりとか、そういうのでもよく見ると、女性は興味ないとき瞳孔閉じてます。あーすごいですねみたいなね、あーすごいですねっていうのと全然違うの分かりますよね。そうやって目の動きだったりとか、顔の表情っていうのをよく見る。目の表情って言っても分かるかな、目の表情を見ても分かるので、相手の表情っていうのをよく見てください。興味があるとき、興味がないとき、楽しいとき、そうではないときっていうのがすごく分かります。はい、そして2つ目、声のトーンです。さっき私が声のトーンを変えたの分かりますか、あーすごいですねっていうのと、へーすごいですねっていうのってトーン違うんですよね。で、声のトーンが低い時は大概あんまり興味がなかったりします。もちろんずっと声のトーンが高いわけではないので、その話の内容と合わせて聞いていただきたいと思うんですね。なので、例えば、へーそうなんだ、へーそうなんだって声のトーン上げてたのに、あ、そうなんですねってなった時は、あからさまに興味がなくなった、その話に興味がないということです。なので、その女性の声のトーン、その人なりのトーンってあるので、強弱もそうなんですけれども、声っていうのをよく聞く、だから相手の女性の話をよく聞かないと、そういうのってわからないんですよね。だからこそトーンが上がる下がる、声の、高さもそうですけれども、ボリュームもそうですよね。へーそうなんですね、へーそうなんですねっていうのは、また興味の関心度合いが違います。あ、そうなんだ、そうなんだ、えそうなんだって言ったら、その大きくってちょっと声のトーンが高くなった時に興味を示したっていうことになります。なので、興味を示したって思ったら、その話をよくしてあげる、よく掘り下げてあげる、そのことについてたくさんお話をしてあげると女性は喜びます。相手の興味っていうのは
声のトーンだったりとか強弱だったりとか、そういうのをよく聞いていればすごく如実にわかるんですね。なので相手の女性を本当によく見てください。相手の声をよく聞いてください。本当にわかりやすいぐらいに出てます。それを逃してしまうのは自分にフォーカスが当たってしまっている時なんですね。自分にフォーカスが当たってしまって相手の表情をよく見なかったりとか、相手の言葉をちゃんと聞いてなかったりすると、相手がどんな気持ちでいるのかっていうのがわからないんですよ。相手の気持ちがわからないっていうのは相手のことをよく見れていないということなんですね。相手をよく見れていなくて自分を見てくださいってやっちゃっている証拠になります。なので、会話というのは相手をよく見ること、興味を持つことがすごく大事ですので、相手の顔、ね、相手の表情だったり相手の強弱、声のトーンねっていうのをちゃんと見てあげてください。女性っていうのは分かりやすく、ちゃんとよく見れば分かりやすく表現をしてくれています。そして3つ目はですね、行動です。行動っていうか体勢が分かりやすいと思います。人って興味を持つときに体勢が前のめりになるんですね。興味がないと体勢が後ろのめりになったりします。その相手の体の動きだったりとか、体の近さだったりとか、あなたからの距離だったりとか、そういうものによって女性っていうのはあなたへの興味だったりとか、あなたの会話への興味っていうのを示しています。楽しいって思うときは楽しいとはなんないわけですよね。楽しいってなるわけですよね。なのでその体勢だったりとか、そこで相手の興味とか相手の気持ちっていうのが一発でわかります。なので体勢っていうのもよく見ることで、表情だったり声の通だったり体勢だったりっていうのをよく見れば、女性の気持ちっていうのは一発でわかることができます。で、感情を動かせる人が相手の心をつかむことができるんですね。相手の感情がこう眉毛盛りだったり、表情が動いたりとか、声のトーンが上がったりとか、それをあなたがすることによって女性の心は動いてるわけですよね。わあ嬉しい、わあ楽しいっていうことをキャッチすれば、そこについて話をすればいいだけなんですよ。それをキャッチしないから、せっかくそうなんですかって興味を持ったのに、あなたがそれを見逃して違う話をしてしまったりとか、女性はああさっきの話すごく興味あったんだけど、なんか話変えられちゃったなっていうふうに思ったりとかしてしまいますので、感情が動いた時をキャッチする力をつけてください。感情が動いた時っていうのは、さっきも言ったようにおさらいすると、表情、声のトーンやボリューム、そして体勢ですね。その体勢など、その3つが変わったことをキャッチして、そしてそれについて話すことができる人っていうのがモテにつながりますし、好意を持ってもらえるっていうね、流れになりますので、ぜひね、そのキャッチする力をつけてください。おさらいしますね。さっきも言ったように何度も言いますよ。表情ですね。目の表情だったり、口角の表情だったり、もう全体的な表情を見て、明るい、口角が上がってる、目が開いてるっていう時は興味を示している時です。そして2つ目、声のトーンや強弱、声のトーンが上がった時はその話に興味がある、あなたに興味があるということです。そして声が強かった時もそうですね。声の強さだったりもすごく大事な要素になってきますので、聞き漏らさないようにしてください。そして最後は体勢です。体勢が前のめりで、とかね、こういうのもありですよね。そういう体勢が前のめりだったり、手をこうやって、そうなんですかってなった時はすごく興味を示している証拠になります。見逃さないように、聞き逃さないようにしていてください。女性の心が一発で分かれば、あなたはすぐにモテるようになりますので、注目していてあげればなと思います。はい、モテたい男性って自己アピールがものすごくね、
自分ってなっちゃってる人が多いかなって思います。もちろんね、自分のことを知ってほしいっていう風に思って、そして好かれたいっていう気持ちが全部に出ちゃうのもわかるんですよね。なんですけれども、女性が求めている自己アピールをしないと、せっかくあなたが自分をね、一生懸命プレゼンしたとて、嫌われてしまう可能性があるんですね。なんなら女性っていうのは、男性のオレオレオレっていう自己アピールが好きではありません。なので、今日はモテる人の自己アピールというお話をさせていただきたいと思います。まずですね、モテない人のアピールと、モテる人のアピールという形でお話をさせていただきたいと思います。モテない人のアピールというのは、まず一つ目、自慢話が多いんですね。結構ね、男性これやっちゃいます。自分はこれができる、あれができる。会社ではどういう立場だみたいな感じで、自慢話をして、それでこんだけ俺すげえだろうっていうのを伝えたくてやってしまいがちなんですね。で、それを聞いている女性っていうのも、わ、すごいですねーなんて合わせてくれるもんだから、どんどん自慢話が加速していってしまう。だけれども、女性はだんだんそのあなたの自慢話に疲れてきて、自慢話なんて聞きたくないよって思いながら、顔だけにっこりしてる風で、実はもう飽きちゃってるっていう可能性もすごく高いんですね。相手が勝手にすごいなって思ってくれる方がスムーズです。自慢話は NG だと思ってください。私は結構好きですけどね。はい。そして二つ目、武勇伝です。過去の武勇伝を話す人多いんですよね。喧嘩が強かった人とか、そういうこと話しがち。なんだけど、女性って勝ち負けにこだわる生き物じゃないので、こんだけ成績が良かったとか、こんなに褒められたとか、過去の武勇伝ってどうでもいいんですよね。なのに、結構ね、昔こんなにすごかったんだっていうことを伝えれば、女性が喜ぶんじゃないか。なんなら俺のこといいと思ってくれるんじゃないかと思って武勇伝とかもね、話しちゃったりする人も多いんですね。それもね、マイナス効果になることの方がめちゃくちゃ多いので、武勇伝っていうのも基本話さないっていう風に決めていただけるといいかなと思います。はい、じゃあモテる人のアピールは一体どういうことをしているのかっていう話なんですけれども、先ほどもちょっと伝えたように、会話の中からさりげなくアピールをしてほしいんですね。例えばですけれども、ストーリーでね、この間道を歩いていて信号を渡っていたら、おばあさんがすごい重たそうな荷物を持っていて、ゆっくりよたよた歩いてたんだよね。だから声かけるのもなんかなって思ったんだけど、赤になっちゃったら危ないからと思って声をかけて持ってあげたんだよね。で、おばあちゃん喜んでくれてからすげえ嬉しかったんだよなとか、これって何がアピールなのって、僕は優しい人間ですよっていうことをストーリーの中で伝えてるんですね。僕優しいでしょとか言わなくていいんですよ。このストーリーを聞いただけで、相手の女性って、あなたはおばあちゃんにも優しくするくらい優しい人なんだなっていう風に思ってくれる。それで OK なんですよ。あなたがこう伝えたいことは何なのかっていうのをストーリーで話していく。例えばですけれども、自分のね、なんか持ち物とかを自慢したいと思ったとしますよね。そういう時は、あ、この間すごい遅刻しそうになって、どうしようかなと思って、タクシーも捕まなかったら結構厳しいし、だからもうね、車でね、行っちゃったんだよねって言ったら、まあ地方の方はね、車持ってるのも多いと思うんだけど、都内でね、あ、この人車持ってるんだ、何の車ですかって聞かれたりするんですよ。で、聞かれたら答える、これが美しいです。私車種わかんないですけど、BM でさ行ったんだよねみたいな、それ車種聞いてないしみたいに思われちゃうんですね。自分から伝えるのは美しくないんですね。女性から聞かれて、あーすごいなって思われる、それは自分がこんなにいい車持ってますせみたいなのをわざわざ言うとやらしいなって思われてしまうので、ただストーリーを語って相手に興味を持たせて、相手に聞いてもらうのが美しい自己アピールになります。自分から言う必要はないんですね。相手から聞かれたイコール別に自分でアピールしてないけれども、相手が勝手にこの人すごいなとか思ってくれるんですよ。これめちゃくちゃ大事ね。相手にどうやったら興味を持ってもらえるかな、どうや
やったら俺優しいぜっていうことを伝えられるかなっていうのを、そのエピソードだったりとか、それを語れるようにしてください。エピソードを話せない方って結構多いんですけど、お付き合いするなら基本エピソードしか話さないですからね。この間なんか仕事で何々ちゃんがなんとかでとかね、そういうエピソードがつながってる感じの会話が多くなるので、もしね会話が得意じゃないよっていう方は、今のうちからエピソードを話せる練習をしておくといいかなって思います。参考にしてみてください。はーい、ではですね、概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達、そして無料のオンラインサロン、クラブハウスの友達を募集してます。たまにやるゲリラライブのご案内だったりとか、YouTube よりももっと詳しい話をさせていただいてますので、よかったらお友達になってください。はい。では、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。